心理カウンセラー神部です。富を引き寄せるアカシックレコード誘導瞑想へようこそ。この瞑想は毎晩行っていくとさらに深い瞑想状態に進化します。ですので一度ではなく何度でも活用してくださいね。アカシックレコードにつながるための誘導瞑想をした後、 BGM は続きますのでリラックスしたまま眠りについてください。眠りについている最中に潜在意識があなたをさらに富を引き寄せるために最適化していきます。このチャンネルでは誘導瞑想や心に関わることを発信していきます。この世界に関心がある方は今のうちにチャンネル登録をしてくださいね。また LINE 登録していただくとプレゼントもありますので、ぜひ受け取ってくださいね。それでは今から宇宙の図書館、あなたの幸せや豊かさに直結するあらゆる情報が詰まっているアカシックレコードへとつながり、あなたにふさわしい富を引き寄せていきましょう。これから深い瞑想に入っていきますので、リラックスできる環境を作っていきましょう。そのまま眠りについても大丈夫。あなたの潜在意識が代わりに必要なことを行いますので。それでは大きく深呼吸をして、意図して力を抜いていきます。言葉に出していきましょう。力が抜けていく。楽な姿勢をとり、体をリラックスさせるためにゆっくりと呼吸を繰り返していきます。今リラックスが深まっていく。呼吸を整え、体の中を流れるエネルギーを感じてください。エネルギーを感じ始めてください。より深くリラックスしていきます。より穏やかで、より自分の中心を意識していく。次に眉間に意識を向けます。第三の目、ブラウチャクラを意識します。このチャクラを活性化し、アカシックレコードへとスムーズにつながっていきます。あなたのエネルギーの中心的な入り口となり、工事のあなたと内なる領域、それを結ぶ大切なチャクラ。あなたのスピリチュアルな意識がそこにある。眉間に意識を集中し、この部分が心臓の鼓動のように優しく脈打つのを感じ始めましょう。その位置を感じ続けると同時にイメージをしていきましょう。金色に光るオーブをイメージしていきます。眉間に金色の光るオーブをイメージします。この輝きはあなたの眉間から内側に柔らかく注がれていく。呼吸を整え、楽にしてください。エネルギーがあなたに流れ込んでくることを楽しんでください。呼吸であなた自身を活性化させて、最高のリラックスを生み出していきましょう。あなたは光の存在です。心、体、精神、そして感情は輝きながら脈動を続けていく。光り輝く高い波動を維持しながら、脈動する金色の光の波動を味わってください。あなたは光の存在です。心、体、精神、そして感情は輝きながら脈動を続けていく。光り輝く高い波動を維持しながら、脈動する金色の光の波動を味わってください。この快適でリラックスした状態で、あなたの体、あなたの血管の中を脈打つ微細なエネルギーを味わう。あなたを構成する要素、精神、肉体、そして魂。この魂は時間と空間を超越し、あなたと宇宙をつないでいます。宇宙や普遍的な力と完全にあなたは一体化しています。エネルギーは絶え間なくあなたに入り続けている。呼吸とともに輝くエネルギーが体内に入ってくる。あなたの体を活性化し、精神を活性化し、そして魂を活性化させます。そのエネルギーはあなたに富を引き寄せるために必要なもの。深い呼吸をするたびに力が抜けていきます。宇宙は今まで無限なる創造を繰り返してきました。あなた自身もまた宇宙と同じく想像を繰り返している。想像の種を持つあなた、本質的には宇宙と同じ構成のあなた、その存在は愛と光と英知で満たされています。だからあなたは望む富を引き寄せることができる。今こうして宇宙の癒しのエネルギーがあなたをゆっくりと優しく満たしていきます。合唱してよりそのエネルギーを深く感じていきましょう。手と手を合わせ、宇宙とあなたをコネクトしていく。胸の前で合唱し、意識を手のひら、指先、そして眉間にある光のオーブをつなげていく。一直線にエネルギーがつながる。あなたのハートチャクラともつながり、愛の波動でいっぱいになる。宇宙の本質へとより近づいていく。あなたの真ん中に存在する各チャクラともつながっていく。次の言葉を唱えていきましょう。今ここ私はすべてが整っている。今ここ私はすべてが整っている。そして第7チャクラ、クラウンチャクラからさらに宇宙へとつながっていく。力強いエネルギーがあなたに注がれていきます。深呼吸とともにそのエネルギーを受け取っていきます。あなたはクラウンチャクラに存在する宇宙への門を開きます。クラウンチャクラはスピリチュアルな存在や空間への中継地点であり、あなたをアカシックレコードの英知へとつなぐエネルギー的な入り口です。今あなたのエネルギー体はアストラル体とエーテル体が存在し、その周りをあなただけが持つオーラで包まれています。それぞれが活性化し、より明晰な状態でアカシックレコードへとつながっていきます。川の流れに乗るようにあなたは光に導かれ、アカシックレコードの領域に向かいます。ゆっくりと深呼吸を繰り返し、その流れに心地いいままに身を任せ、あなたはアカシックレコードへと導かれていく。そしてたどり着く。あなたの目の前に神秘的な門が現れてきます。だんだんその門に近づいてゆく。ゆっくりと着実に一歩一歩踏み出してゆく。もしくはその流れに乗って門に近づいていく。あなたの目の前に神秘的な門がある。あなたの内側にある無限のエネルギーによってあなたに門をくぐる許可がおります。ゆっくりと門が開いていく。それを観察してください。門が開き、あなたは一歩ずつアカシックレコードにある図書館へ踏み出します。英知の図書館をしばらく散歩してみましょう。リラックスして直感に身を任せながら、温かく清らかな光があなたを導いていく。光があなたを導く。光に助けられながら直感にも従い図書館を歩いていきます。今このアカシックレコードの空間に意識を集中し、この領域に波動を合わせていきます。あなたの眉間にある第三の目から発せられる輝く光を感じています。それを意識するとよりリラックスが深まる。そして準備ができたらレコードキーパーに会いに行きましょう。光に導かれ、レコードキーパーのもとに歩み寄っていきます。そしてあなたはレコードキーパーと出会います。あなたはレコードキーパーに依頼します。あなたの過去、現在、未来の書にある富を引き寄せるための英知を選んでもらい、あなたにインストールするように依頼します。富を引き寄せるためには何が必要なのかというのはレコードキーパーに全て任せていきましょう。あなたは過去世、さまざまな経験をしてきた。さまざまな英知がそれぞれの世代、時代に詰め込まれています。そして現在の英知、そして未来世の英知、その英知を最適化し、あなたが富を引き寄せるためにレコードキーパーが最適化させていきます。あなたはただ力を抜いてその作業を見守っていく。自動的にあなたは富を引き寄せるために最適化されていく。とてもリラックスしている。英知と工事の導きがあなたの存在をより輝かせる。あなたは宇宙と一体となり、力あるオーラの光と一体となっています。あなたの潜在意識にはアカシックレコードから富を引き寄せるために必要な英知がダウンロードされていく。そして最適化されていっている。それを呼吸とともに深く感じ取っていきます。ただ満たされていくことを感じる。多次元的にあなたは英知を受け取る。そしてエネルギー体が本来の輝きを取り戻す。この時空と時間を超えた宇宙の図書館、アカシックレコードからダウンロードしたものはアストラル体の脳にあたる高次の意識領域に存在し、光の存在たちに守られています。ここには愛しか存在しないのでご安心ください。それでは大きく深呼吸をしましょう。そしてアカシックレコードマスターとレコードキーパーに感謝のエネルギーを送りましょう。そしてつぶやきます。富を引き寄せるための英知をありがとうございます。富を引き寄せるための英知をありがとうございます。おかげさまですべて整いました。おかげさまですべて整いました。呼吸に意識を向けていきます。よりリラックスしていることに気がつきます。あなたの口が緩み、にっこりと微笑む。そしてまた光に導かれていきます。アカシックレコードの門へと向かいます。あなたに戻る準備をしましょう。辺りを見渡しながらゆっくりと門へと向かいます。そして門にたどり着く。図書館へと向き直し、感謝のエネルギーを送っていきましょう。あなたは光の流れに乗って戻ってくる。あなたはただリラックスするだけでいい。流れに乗って戻ってくる。頭頂部にあるクラウンチャクラに意識を向ける。そして唱えましょう。すべては揃った。とても心地がいい。あなたはその心地よさと富を引き寄せる英知に満足しながら意識を手放していきます。後の必要なことはすべて潜在意識にお任せしながら意識を